ブラチスラバイコールノベーメスト鉄道駅は、スロバキアの首都ブラチスラバ市にある主要鉄道駅で、ブラチスラバ中央駅に次ぐ市内の大規模駅である。ブラチスラバイコールノベーメスト鉄道駅の構内、ブラチスラバイコールノベーメスト鉄道駅の位置かつて、旧市街区の旧、ブラチスラバイコールノベーメスト鉄道駅を起点としていたブラチスラバコマールの鉄道線と、 ブラチスラバ中央駅を起点とするブラチスラバ、ブダペスト鉄道線及びブラチスラバ市駅を起点とする、ブラチスラバジリナ鉄道線の各線を結ぶ、短絡線上の駅として1962年に開業した。自然湖の空杯湖に面した、ブラチスラバ3区新一が行くとマーシコバー通りにあり、多数の側線を備えた、ブラチスラバ市第2のターミナル駅として運用されている。 開業以来の総柄すばりのコンコースは、雨が多い時期には、スイミングプールと、続称され、朝には、市南東部の住宅地から、駅周辺の工業地帯に向かう通勤客で、混雑する。クーティ、ジリナ、シュトゥーロボ、ライカに向かう国内各方面の列車が発着。現在ウィーン方面のターミナル機能は、ブラチスラバペトルジャルカ鉄道駅が担っている。 社会主義時代に遮断されていたオーストリア国境のパルンドルフ・ブラチスラバ支線ツ煙。ブラチスラバ・ペトルジャルカ・カンが1998年に復活して以来、ブラチスラバ東鉄道駅奏車場とウィーン間を結ぶ貨物列車の通過本数が急増したため、線路容量が限界に達しており、旅客列車を運行する鉄道企業体スロバキアは、 ブラチスラバイコールノベーメスト鉄道駅及び、ブラチスラバペトルジャルカ鉄道駅に加えた新たなターミナル駅が必要だとしている。2001年から2007年にかけて、駅施設の近内化が行われ、駅舎正面の改修やコンピューターによる自動案内システムの導入、プラットフォームの改修などが行われた。2006年には、金融機関の ATM が設置された。 スロバキア国鉄ではさらに旅客、貨物の利便性向上を目指し民間資本を導入した駅の再開発事業を行う方針で2009年に入札を実施した。ありがとうございます。